リンリン、ハローパラレール、リニパラレールのリンドです。はい、本日はですね、先日、行ってまいりました、フクロモモンガ研究所の、福岡オフ会プラス、フクロモモンガ博士の、増光さんの、講演会の方ですね、福岡の方に行ってきたんですけれども、その際に、お世話になっている福岡の方でね、あのフクロモモンガのブリーダーをされているファンキーグライダーさんというところからですね、私、一匹ですね、お迎えさせていただきまして、その子のご紹介と、あとはその際の、スタートキットという形でご飯ですね、いただいたのがあるので、そちらの方のご紹介をね、ちょっと勝手にさせていただければなと思って動画を回しています。それではまずね、お迎えしたこのご紹介に移る前に、もしよろしければこのチャンネルの、高評価、そしてチャンネル登録、そして、Twitter、Instagram、TikTok、各種やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。それではですね、本題はこちらの、スタートキットでいただいた、グライダーデイというものをね、ご紹介していこうかなっていうところなんですけれども、その前に、お迎えした子をご紹介していければなと思います。生放送とかね、インスタグラムでは何回も出てきてるんですけれども、このようにね、動画でしっかりご紹介するのは初めてだったので、しっかりとご紹介していこうかなと思います。はい、ということでね、ここもモモケンのポーチなんですけど、はい。ちょっとね、まだうちに来て1週間、2週間ぐらいにはなるんですけれども、この子は、もともとうちにいるパッチちゃんでございます。今ね、もうカップリングがうまく成功しまして、カップリングというかペアリングですね。で、今、パッちゃんと一緒に入ってるんですけれども、はい、こっちはパッちゃんです。はい。で、お迎えした子が、ちょっとジコジコ言ってますね。ちょっと顔出してみて。はい。こちらの子ですね、この白いプラチナの子。はい、ちょっと怒ってる。はい、大丈夫よ。はい、ということでこちらの子が、リクくんになります。まあ今はリッくんと、呼んでることが多いですね。はい、でこの子なんですけれども、ちょっといろんなねご縁があってお迎えした子になりまして、ほんとちょっとビビッとくるものがありましてね、お迎えいたしました。で最初ご紹介させていただいて、まあ一応ねパッちゃんと掛け合わせるんだったらどういう子がいいですかっていう相談とかもさせていただいて、こういう子がいいかもね、ちょっと今連れてくるから待っててねっていうところで、見せていただいて、実際ね、触らせていただいて、表情だったりか、仕草、あとは、そうですね、うん、この子のその性格的な部分、まあビビリちゃんではあるんですけれども、とかっていうところを見て、ちょっといろいろね、ちょっと私がこうグッと考えさせられる部分というかね、がありまして、ちょっとそこでお迎えしたという形になります。はい。で名前の由来なんですけれども、パワーストーン、まあパワーストーンというよりは木なんですけれども、緑弾というですね、まあパワーストーン、がありまして、まあそちらがですね、出会いだったり、あとは生命力だったりだとか、まあそういう出会いと生命力っていう部分っていう、あとご縁の部分とかね、あと緑弾の緑っていう字はまあ緑なんですけども、あのご縁の縁という字とまあニアピンというか似てるなっていうところだとかっていうのをこう総合計してみた時に、おいいなと思って、そこから取りたいなっていう風になりまして、そこで緑くんにするのか陸くんにするのかっていうのでちょっと悩んだんですね。で間の陽を入れるか入れないかみたいな。でそこでね、仲良くさせていただいてる方にもちょっと相談して、陸くんじゃない、どっちかったらみたいなお話になったので、この子をね、その方の助言もいただいて、りっくんという形、りくくんという名前で、付けさせていただきました。なので、りくくんとパッチ、まあ、りっくんとパッちゃんっていう風に呼ばれることが多いですかね、このコンビに関しては。はい、というところでございます。まだね、ちょっと臆病で、慣れてない部分があるんですけれども、まあ、こんな感じでございます。でちょっとね、一旦、
プラケースの方にいていただきましょう。ごめんね、ありがとうね。怖かったでしょう。よいしょ、少しだけね。あ、大丈夫よ。はい、ポーチをね、戻しておきます。はい、ではこちらのね、本題の方に入っていこうかなと思うんですけれども、このファンキーグライダーさんのところからね、お迎えさせていただいたんですけれども、その際にちょっとポーチごと戻してきますね、一回ね。そうしましょう。はい、戻してまいりました。ちょっとね、横の、プラスチックケースでおとなしくしててくれるかなと思ったんですけれども、ちょっとおとなしくできなさそうだったんで、ポーチごと戻してまいりました。はい、では早速ね、こちらの方のご紹介をさせていただければと思いまして、お迎えしたタイミングで、まあ最初のね、あのスタートキットじゃないですけれども、飼育のために必要なご飯の部分っていうのをですね、あのご提供してくださったんですね。で、その際に送っていただいたのが、こちらのグライダーズデリと、クレイジージャムという形でお二つ、送っていただいていて、ジャムの方が、まあ、少しだけ、メインのご飯ではなくて、どちらかというとね、ご飯にトッピングをする、フルーツソースっていうところと、こちらがですね、グライダーズデリという形で、到着したものになります。で、この2つをね、あの今少しずつ与えている状況でございます。で、今日この後ね、与えていこうかなって思うんですけれども、もともと私もこちらちょっと気になっていて、まあ、インスタグラムの方でね、あの見ることができるんですけれども、本当にあのこだわって作られている、ご飯でございまして、なんていうんですかね、そのこだわりがあるっていうところと、あとはそういう添加物とかっていうのがね、あの未使用なものにはなっているので、かなりあのいいなと思ってはいたんですけれども、幾分うちこう自分でもご飯をね作ってしまってるのもあったので、あのなんていうんですかね、自分で作ってるご飯食べなくなっちゃったら困るなっていうのと、あとは逆に買ってみたけど食べなかったら困るなっていうところで、ちょっと冒険に出れなかったんですよ最初。買うかな、どうしようかな。で、福岡の方でね、あの作られているので、こう購入した時にね、まあ、距離があったりだとか、いろいろこう考えたりとかをして、どうしようかな、って思いながらも、今回こう出会いと縁がありまして、福岡の方に行って、で、まあ、お迎えできたらしたいなっていう準備で完全にしていったんですよ。お迎えしたとしてもちゃんと帰ってこれる、プランを立てて、お迎えはしたんですけれども、その際にこういう形でね、スタートキットっていうのもいただきまして、で実際にもう1回2回かな与えたんですけれども、ちょっとね、本日3回目与える時にっていうので、ちょっとご紹介したいなと思って勝手に動画を撮っている状態でございます。はい。で、こちらがね、基本的なペロメシって言った方がいいのかな。この後ね、ちょっともらっている資料とをね、見ながらちょっとお話できたらなと思うんですけれども、こっちがご飯、そしてこっちがジャムでトッピングするものになります。はい。で、この後揚げていくんですけれども、うちのね、鈴、ミニウサギの鈴ですね。ミニウサギの鈴ちゃんも、これとこれ、食べるんですよ。で、プラス、コウモリさん、ですね、うちのエジプシャンルーセットオオコウモリの、マナも実はこれ食べてくれるんですね。まあ、バナナにトッピングをするっていう形にはなるんですけれども、すごく美味しそうに食べてくれている状態です。なのでそちらの方もね、この後動画でね、実際に見ていこうかなというところなんですけれども、ちょっといただいているあの紙、プリントですねの方もちょっと見ていきたいなというところなんですけれども、こんな感じで、グライダーズデリーお買い求めいただきありがとう、まあ、今回はちょっといただいた状態なんですけれども、そんな細かいことはいいかはい、ということでね、で、ベストな状態でもモンガちゃんに食べていただくため、ファンキーグライダーが、推奨する、ご使用方法をお伝えしますということで、ご参考にしてくださいということで、こちらですね、グライダーデリーなんですけども、急速冷凍のマイナス25度で保ったまま運送会社の出荷ドライバーに渡しています。そうなんです、冷凍の状態で届きました。で、ご自宅に届いたら、梱包内容と、カツとかね確認して、
速やかに冷凍庫で保管してくださいねっていうところですね。で、保存期間に関してはおよそ30日っていうところなんですけれども、まあ、30日以上鮮度を保てているという結果も出ているが、早めに食べてほしいよっていうことが書いております。で、解凍方法なんですけれども、基本的に常温の自然解凍っていうところですね。これもね、私も分かる通りなんですよ。自然解凍ではなくて、電子レンジとかっていうのでいくと栄養素が分解されて破壊される可能性があるっていうのをね、結構私も見たことがあるんですけれども、実際に試験的なね、その栄養素が壊れる瞬間というのは見たことはないんですけれども、まあ、そういう風になるのもあるので、できれば自然解凍でっていう形でね、お話が書いてあります。あとは、まあ、ドリップについてっていうところで、解凍する際には水がね出ちゃうよっていうところで、外部から混入した水分とかではなくて、グライドズゼリーが凍る過程で固形物と水の凝固点ですね、凍る温度が違うのでっていうので発生する水分なので問題ないですよっていうことが書いてあります。はい。で、一応、まあ、与える量についてっていうところで、まあ、自分家の子とかの今のご飯の状態とかね、そういうのを考えてやってみてくださいねっていうのが書いてあります。で、解凍する前にカレーのルーを割るみたいな感じで包丁で切って、を揚げるようにしてみたりっていうことができますよとか、あとは、まあ、ペルトご飯しか食べてない子がね、いきなりペースト状のご飯を食べるとびっくりすることもありますよっていうことがあるので、すぐに切り替えるのではなくって、ご飯にプラスデリを少しみたいな形で与えてみるといいんじゃないですかっていうところのね、こういう形で試してみてくださいっていうのが書いてあります。で、まあ、個体によってとか食欲によって残す子とかもいるので、半分の量とか、もう一つ全部丸々あげるとかではなくっていう形でもういいと思いますっていうのと、まあ、このね、デリのこのケースっていうのが、もともと一匹のね、必要量っていう概念ではなくって、入れられるだけ入れて、少しでもたくさんお届けしたいっていうコンセプトのもと、パッキングしているっていうことでございます。素敵ですよね、この考え方は。少しでも多く、少しでもたくさん食べてもらえるようにっていうコンセプトで作っていただいているようです。で、ファンキーグライダーの方では、夜間に主食としてデリで、日中に置き餌感覚でっていうところで SPS っていうのとね、オートミール与えてるよっていうところが書いてあります。うちはちょっと逆に今なってはしまってるんですけれども、基本的に、まあ、うちオートミール SPS だったりとか、あとは自分でブレンドしたご飯っていうところ、こちらのね、SPS とオートミールもいただいて、こちらいただいたご飯は、うちのりっくんが最初それ食べるだろうなと思ったので、まずりっくんに与えて、りっくんがうちのご飯、私が作ってるご飯も食べるようになったので、今は、もらった SPS とオートミールだったりは、私の方で、パウダー状に一回変換して、自分家のご飯に混ぜました。で、自分家のご飯に混ぜて、うちの子全員に食べてもらうようになってます。で、うちの、そのりっくんもね、ご飯慣れて今のご飯食べてくれてるので、今の与え方としては、こっちは、まあ、主食として与えていってもいいとは思うんですけど、私がね、幾分自分で作っちゃってるのもあったので、主食としてっていうのではなくって、たまにの、なんていうんですかね、豪華ご飯、っていうつもりで与えるようにしてます。なので、この後ね、豪華ご飯っていう形で与えていこうかなと思います。あとは基本的に使い切りなので、これを与えて解凍して、その後もう再冷凍っていうのはしないでねっていう話が書いてあります。まあ、解凍時間とかね、伴い鮮度も下がっていくので、食べ残しは必ず餌皿ごと回収してねっていうのと、で、食べ残しはね、長時間すると体調不良の原因になるから気をつけてねっていう形ですね。あとはですね、びっくりしたのはこれなんですよ。自分で作りたいオーナー様向けに、レシピっていうのをご紹介しますねって、すごいですよね。門外不出ではなくて、もうレシピ自体をお伝えしますよっていうスタンスなんですよ。私これがすごいなと思ってて、まあ、多分私なかなか自分で作ることが難しいなっていうのと、まあ、ファンキーグライダーさんのところからね、お迎えさせていただいて、私はね、ある意味でファンキーグライダーさんと親戚という形になりましたので、北海道と福岡の親戚って、まあ、すごいところですよね。はい、親戚という形になりましたので、私は月に1回のペースぐらいで、少しずつ週に2回から3回ぐらい豪華ご飯みたいな形で与えられるようにしようかなって今考えている状況なので、
そんな感じで多分今後はね、定期購入にしていくと思います。今回本当いただいてね、良かったなと思って、でうちの子たちがみんな食べるんで、本当この後ちょっと動画で見せるんで、そのまま食べてる瞬間見てください。はい、っていう感じですね。あとは栄養価のね、栄養素強化策としてはこういう風にね、HBW だったりとかっていう形でサプリ入れてみるといいですよとか、まあベビーキッカーやヤングキーとか、妊娠してる最中とかっていうところでサプリがあった方がいいですよっていうところもおすすめしてたりしますね。まああとは面積事項の部分ですね、安全にっていうところではあるところではありますけれども、やっぱりその状況によってオーナーさんですね、飼育者さんによってもうご判断をね委ねてしまうっていう部分は大きいので、そういう部分の面積事項っていうのが書いているっていう状態になります。はい、ちょっとねこんな感じでご紹介だけさせていただきました。はい、ではねこの後これ早速上げていくんですけれども、今自然解凍してるので、この後全部これが解凍されるまで待ちましょう。今半分ぐらいは解凍されてるね。うん、なのでこれが解凍された後にうちの子、はるくんとうらら、はるとうららと、これがぱっちゃんとりっくんのですね。でこっちのちょっとちっちゃめの方にウィンとギョロちゃんの分をね入れていこうかなと思います。であとはバナナを用意して、バナナにねちょっとこれをねトッピングしてあげて、マナちゃんにあげるのと、そして、スズにもね少しここにバナナ入れて、バナナの上にこちらちょっとトッピングして与えていこうかなと思います。では解凍が終わるまで一旦飛ばします。はい、では早速ね解凍が終わりましたので、ご飯ね入れていこうかなと思います。解凍するとねこんな感じと、こんな感じでございます。こっちはねこうプルプルでございます。でこれすごいのが、あの子たちに与えるからあんまり残しちゃダメなんだけど、ちょっと入れてね、うん、やっぱ美味しい。人間が食べてもね美味しいんですよこれ。何味と言ったらいいんでしょうか。いろんな野菜とフルーツがねちゃんと使われているなっていうところだと思います。違ってたら嫌だからね言えない。ほうれん草的なものとかグリーンピースとかが入ってる気がするんだよな。あとはバナナとかも入ってるような気がしますね。バナナ、リンゴとか、うん、ほんといろんな野菜と果物と、うん、いろんなものをしっかりこうペースト状に混ぜてっていうところで、こっちはどちらかというと多分いちごとかブドウとかそういう系だと思いますね。赤系のフルーツ、なんだ語彙力がないで、これもねちょっとこんな感じで、はい、でこっちは結構甘めですね。うん、甘くて美味しい。うん、なんかねゼリー的な感じではあるんですよ。でもなんかねこう自然の甘みというかそんな感じですね。はい、とっても美味しいでございます。はい、では早速ね、すごい語彙力が失っている状態なんですけれども、まずマナのご飯としてね、マナちゃんはバナナを食べますので、マナちゃんのバナナをこんな感じで入れて、でマナはですねさっきバナナ2本食べるので、まあ、2本というか1本半かな、1本半食べるので、はい、こんな感じかな。で、スズにバナナを少しあげたいので、スズに少しバナナをこんな感じで、これぐらいかなにして、はい、こんな感じ。はい、でこの子たちのはもう最後にトッピングの形で上にね少しかけてあげる形なので、他の子こっちの方に少しずつこんな感じで入れていきましょう。ちょっと
こんな感じで入れていきましょうね。よいしょ。感じで切って、はい、入れてみたいな感じで、こういう感じでね、あ、まだ全然あるんですけど、はい、ここに全然入れてなかった。よいしょ。って感じですかね。こんな感じかな。よいしょ。これを少しだけ、これグリーンピースはリッくんが結構食べてたんで、リッくん入れてあげて、でこっちにもね、あ、バナナのトッピングになっちゃってるんでちょっとあれですけれども、食べても美味しいっていうのがさ、本当すごくてさ、こんな感じかな？もうないよね？もうないね。オッケー。よし、全員にまぶしてあげれたので、次はこのジャムをね、少しずつ入れてあげて。だいたいスプーン2杯ぐらいかな。1匹のところはスプーン 1.5 ぐらいにしてて、2匹いるところはスプーン2ぐらいに私はしてます。こんな感じでね、はい、でこう鈴でしょ、でよいしょ、あ、残り入れちゃいましょうか。ここに、よいしょ、はい、こんな感じでどうでしょう。で、ちょっとね、マナのところはこうやって少し混ぜてあげます。まんべんなくね、全体にまぶさるようにしております。よし、そしてちょっとここもね、こんな感じで少しだけ混ぜてあげて、はい、で、マナじゃない、スズのね、鈴のところも少しこんな感じで混ぜてあげて、よし、完成。さあ、全員分あげるんですけれども、私がちょっとすぐ気になっちゃうタイプなんで、動画を撮りながらここの部分を拭きます。よいしょよいしょよいしょ。はい、ということで、この状態で皆さんに与えていきましょう。はい、では実際にこっちに移動してまいりました。横に今あるんですけれども、じゃあ1ケージずつか、りっくんのね反応が面白いので、りっくんは後にするとして、とこっちですね。で、初めてあげた日の動画も最後にね挿入しておこうかなと思うので、よかったらそちら見てみてください。最近これ使ってないから、これもう出しちゃう。はい、では2人分のご飯ですね。これ出ておいで、これ出ておいで、はい、あ、もう気になってるね。はい、どうぞ。あるよ、ほら、こっち、お、気づいたね。この通りなんですよ、本当にこの通りなんですよ。すごいよね。目の前にいるこっちのね、ホワイトフェイスの子が
うららちゃんになります。まあ、ちゃんって言ってるけど男の子ね。うららちゃんとはるくん、ちゃんと男の子だから。あそこ見るとぼんぼり様がついて、ぼんぼりが伝わんないね。たまたまぼんぼりはですね、あのモンケンで、男の子のね、たまたまのことをぼんぼりって言っていたりします。うん、美味しそうに食べてますね。はい、ハルとウララでした。よいしょ、ちょっとごめんね、閉めるよ。よし、次はスズかな。スズじゃない、なんでスズって言った。ウィンちゃんだね。次はウィンちゃんですね。多分スズって言った理由は白い子の想定で考えたからだろうな。よっこいしょ。はい、どうぞ。はい、おいで、おりといで。おりといで。もうちょっとそっちで食べなさい。早いね。おいしいものだって分かってるから早いね。すごいっすよね、思考性の高さというか。なんかもうウィンちゃんもすぐ食べます。で、多分あのハルとウララの方は多分瞬殺ですね。一瞬でなくなると思う。って言ってもね、ウィンも多分瞬殺だね。本当にすごい美味しそうですね。はい、ギョロちゃん。ギョロちゃんはね、私の目の前であんまり食べるタイプの子じゃないので、入れてもすぐ食べない気がするんですけれども、あと絶対ジコ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 って一回言うんですけれども。ほら。ギョロちゃん。キョロちゃん怖がんなくていいよ。キョロちゃんほら、あ、美味しいものだっていうのは気づいた。キョロちゃんおいで。はい、気づいちゃうよね。ちょっとギョロおいで。ギョロ来てごらん。ほらほら、ギョロちゃん。はい、はい、どうぞ。まあ、置いて少しするとね、食べに来る感じだと思います、ギョロちゃんは。ほら、ギョロどうぞ。違うよ、ほら食べてごらん。食べた。はい、ギョロちゃんはね、うちに来た時からちょっと臆病な子なのでね、仕方ないんですけれども、ギョロちゃんは多分この中で食べるのが好きなので、この中に入れときましょう。あんな感じで、あとね、無理やり入れるとね、それは嫌がるのであんまりしません。はい、っていうとこです。ギョロちゃんも食べました。じゃあ最後ね、うちに来てくれた、もうほぼ実家の味だよね、りっくんからしたらね、来てくれたりっくんとはっちゃんに与えていきましょう。りっくんはまあすぐ食いに来るね。あ、スライムのこのポーチが少し下に落ちてるので、この辺に置いといてあげて。はい、ほら、りっくん早いの、すぐ来るの。ほら、
くん、ただね、それ周りを舐めてるのよ。周り舐めても何にもついてない中だよ。うまうまっつってんの、絶対な。美味しいでしょ。あ、そろそろまた掃除機かけないとね、下にうんちがたまるんで、そう、カピカピにならない限りペットシーツ私あんま交換しないようにしたりもするんだけど、あ、でもカピカピになってきてんな交換しなきゃ。ヨロちゃん以外はね、みんな食べてますね。あれ、ハルがどっか行った。ウィンも食べてるし、パッチとビッグも食べてますね。よし、じゃあ次はね、マナちゃんです。よいしょ。さあ、ブレンドしたバナナですよ。ああ、そっち後で取るわ。はい、どうぞ。すげえ舐めてる、表面を舐めてますね。下に落ちたやつ、あ、うんちついてない、ちょうどいいね。よかったよかった。はい、ほら、どうぞ。あ、ここ置くかい。びっくりしなくても、ここにあるよ、ご飯。え、うん、いいよ、はい、ご飯、はい、ご飯あるよ。しっかりジャムの方がくっついてるやつ食ってる。口の周りジャムついてるよ、それ美味しそうですね。はい、すぐ食べてくれたね。そう、この子はね、マナはね、好きなんですよ、本当に。はい、では次、スズです。なんかスズ今日目が赤いね。やっぱちょっと目が赤系の遺伝子も入ってるっぽいな。おっ、よいしょ。スズどうぞ。スズがね、でも最近やんちゃさんなのですぐ食べないかもね。奥行っちゃったもん。よっこいしょ。スズいいんだよ、食べても。スズはね、食べるときと食べないときの差がありますね。まあお腹空いてないときもあるからね、どうしてもあれなんだけど。はい、スズ、はい、はい、どうぞ。食べるかな。お腹空いてないかもね、今ね。あの感じ、お腹空いてないな。お腹空いてたらね、すぐ来るんですよ。でもあの感じ、空いてないね。はい、ほら、ルト、いらないね今食べる気はなさそうだということなので、これはね、この器に入れといて、入れといたらね、食べてるんで、食べたくない瞬間もあると思うので、本当はね、スズが食べてる瞬間も映したかったんですけれども、ちょっとスズ今食べないね。はい、っていうところでございます。はい、こんな感じでね、いただいた、
ファンキーグライダーさんのデイリーでございます。そう、あのファンキーグライダーさんのこういうのもね、いただいて、まあ、これ私はたまたま当たったんですけれども、はい、ファンキー金券ということで、まあ、インスタとか見ていただくとね、結構載ってたりするんですけれども、なんとかこんな感じでね、いろいろ飾らせていただいてます。あとデリが送られてきた時とかのね、箱とか可愛くて、こんな感じでめちゃくちゃ飾ってます。まああと、まあ、このあのもじゃさんっていうね、あの私のうちのねシェフィーさん描いてくれた人のイラストのものとかも置いてるんだけど、そのものと一緒にねこうやって飾ってあったりします。はい、ということでね、今日は新しくお迎えしたリクくんですね、ファンキーグライダーさんのところからお迎えさせていただいたリクくんと、そしてねスタートキットという形で今回いただきましたグライダーデリと、そしてクレイジージャムの方ですね、ご紹介させていただきました。とてもねいいものだと思います。で、まあ、私と同じように最初不安にね思う方いると思うんですよ。こればっかり食べちゃったらどうしようとか、あと今まであげてた餌食べなくなっちゃったらどうしようとか、でいろんなやり方あると思うので、その状況に合わせて食べさせていただければいいんじゃないかなと思います。マジかよ、急に食い始めた。はい、で全然今関係ないけど、あれだね、あのこのバーベキューの網の部分がやっぱりちょっとずつ汚れていってね、拭いてるんだけど黒くはなってきてて、ちょっとなんかより拭いてあげないと汚ねえなってちょっと思ったレートでした。はい、あ全然関係ない話。これはでもあれだね、あの金網洗うあのブラシでゴシゴシやってあげれば取れる汚れなんで、ちょっと金網を洗うブラシ買ってこよう。はい、というところでございます。はい、あのもしよろしければね、あの概要欄にインスタグラムのリンクとか貼っておきますので、そちらから直接ねあのご相談していただけると、そちらの方で購入することもできると思います。あとはちょっと不安なこととかも、あれば、例えば購入する際にあれば多分相談には乗ってくれると思いますので、ちょっといろいろと試してこうね、良い袋ももんがライフっていうのをね、送っていただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上となります。もしよろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、フォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントーでした。バイバーイ。
後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。